じゅんさん、こんばんは。トーマのじいちゃん、こんばんは。チャムさん、頑張りよ、頑張りよ、こんばんは。ゼロさん、こんばんよ、こんばんは、こんばんは、ふる、こんばんは、ふる。こんばんは、カリケアクさん、こんばんは。夕飯は食べたのか。夕飯は、まだ、まだです。まだ食べてないです。ヒゲゴロウさん、こんばんはです。こんばんは。こんばんは。ひきごもらさん、お久しぶりです。おお、お久しぶりです。こんばんは。こんばんは。いっさはちあれさん、こんばんにょ、こんばんは。とりあえず塩味で。あ、ポップコーン、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。今日顔面仕上がってるね。超美人。本当ですか？今日のメイクいい感じですか？今日も可愛いのかい、黒渕さん。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴鹿、こんばんは、こんばんは。アロマさん、こんばんにょ、こんばんは。こんばんは。皆さん、こんばんは。はい。今日は、明日はなんとなんと定期公演です。明日。定期公演。来てくれる方。いますか？黒渕さん、ハート。ハートありがとうございます。夜ご飯はカレーに迷う予想。いや、今日なんだろう。なんか3時、4時くらいにご飯を食べちゃって、ちょっとお腹空いてないんですよね。そう、お腹空いてないんですよ。4時くらいに食べちゃったから今。だから、でも早い時間に食べると、多分11時とかなんか夜中の11時とかにお腹空く気がするから、ちょっとねどうしようかなって感じです。ちょっとミスりましたね、ご飯食べる時間。黒渕さん、ありがとうございます。ハート、ハート。今日は早いのね。そうなんですよ、今日はちょっと明日定期公演とか定期公演があるっていうのもあってとね、早くしてみましたね。今日はリオンが21年までやって、21時から21時半までジュリー、橋本ジュリーがあって、21時半から園田一花で、で22時から西村瑠香が配信します。はい、アロマさん、ハートありがとうございます。ハート。ひきごまろさん、推ししか勝たん。おー、リオン推しなんですか。ありがとうございます。いつもいつも。黒渕さん、ハート、ハート、ありがとうございます。今日何分配信。今日は長くても1時間ですかね。そう、明日定期公演なの聞いてないよ。カリキアクさん、まあ明日はね、あの当日券もあるので、そう発表されたんですよ、当日券。あと特典会かな、グループ握手会とサイン会が発表されました。まあね、当日券もあるので明日ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。いつも思うけどメイクしてるの。してますよ、当たり前に。してますよ、してますよ。ちょっとまつげが下がってるんですけど、ちょっとまつげが、まつげが、はい、なんかまつげ上がってない方がいいかもしれない。まあまあどちらにか。聞いてた。まあそうですよね、聞いてましたよね。いつも配信見に来てくれてるからね。黒渕さん、明日なんかあったっけ。明日はもう、明日はジルシアター新宿、新宿、そう、ジルシアター、新橋のジルシアターで定期公演です。19時から。一応会場は
応入れるのは18時からです。18時から総グッズ販売があります。そう、明日は定期公演なんですよ。はい、いちじくさんこんばんは、ふうたろうさんこんばんにょ、こんばんは。今週は行けそうにないです。あー、そっか、生き物さん、そっかそっか。ま、今週の次にもあるからね、一応来週とか、来週22日ってさ、ちょっと待って、今日が11日で明日が12日でしょ。で13、14、15が月曜日、15、16、17、18、19、20、21、次月曜日か。月曜日ってことは再来週、まあ再来週とかもあるもんね。つよぽんさん、こんばんにょ、こんばんは。たくさん、こんばんにょ、こんばんは、こんばんは。海ぶどうさん、でこぼこコンビ見たよ。おー、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、でこぼこコンビでね、 FC に動画が上がってるんですけど、そう、そこで今日動画が12時に上がったので、ぜひまだ見てない方見てみてください。古松花と吉原リオンのでこぼこコンビです。見てみてください。ティードームさん、もうめっちゃオレンジ、こんばんは、こんばんは。今日はスパゲッティ、おー、いいな、スパゲッティ最近食べてないな。何スパゲッティなんですか。頑張りよ、ティードームさん、頑張りよ。先週のツーショットありがとうございました。こちらこそありがとうございました、ありがとうございます。本当にね、あのサングラス持ってきてましたね。つよぽんさん、食パン、食パンとおにぎり、ありがとうございます。個別握手会、あ、ね、グループ握手会です。あれに今個別って言いましたか。あれ、グループって言ったつもりだったんですけど、個別って言っちゃったかな。星たくさん、ありがとうございます。グループ握手です。そうですね、そうそう、昨日のビラ配りでビラもらったよで X のコメントがちらほら上がってたよ。あー、あの新生ラスタイルから渋谷でビラもらったっていうツイートがあったんですか。ツイートじゃないか、ポストか。そうなんだ、すごい、みんな SNS でしてくれてありがとうございます。え、ディオンに会える世界線なんてあるんですか。黒淵さん、ありますよ、ありますよ、あの定期公演で、はい、ぜひ会いに来てください、お待ちしてます。そうなんですよ、定期公演がねあるんですよ。はい、ジルシアターイン新橋で4月12日、明日ですね。明日は当日券もあるので4月22日と4月29日にもあります。ぜひお待ちしてます、お待ちしてます。まつげ決まった、あ、そう、まつげがねちょっと上がりましたね。木村さん、牛乳ありがとうございます、ありがとうございます。こら、かわいこぶ、え、なになに、なんかかわいこぶりました。まつげあげたからかな、なんだなんだ。木村さん、お茶ありがとうございます。22日月曜だから再来週、お、じゃあ再来週は会えるのかな、かな。ハートありがとうございます、ありがとうございます。のんのんさんが初も、お、こんばんは、はじめまして、あとで見ます、あとで見ます。なんだ、あー、 FC の動画ですね、ぜひぜひ見てみてください。昨日のグループ握手、あ、昨日じゃない、明日のグループ握手会って去年の、もう去年か、去年じゃないな、まあ、去年でいいか、去年の去年のお披露目ライブ思い出、確かにそうですよね、あのお披露目の時ね、グループ握手会だったから、確かに懐かしい、懐かしいね、懐かしい、グループ握手会ね、もう来てくれましたよね、本当にありがとうございます、ありがとうございます。バンブーさん、こんばんにょ、こんばんは。
こんばんは。サングラスは照れ隠し用アイテム、確かにね、確かに確かに。え、あれってサングラスの視界どうなってるんですか？黒いのかな、黒くなってるのかな。まあ確かにサングラス、あ、今ね、あれだよね、照れ隠し用アイテム面白い、かわいい。先週の無料グループハイタッチ会が楽しみましたね。楽しかったですよね。なんかもうなんかノリノリでね、みんなこうやってね、楽しかった、楽しかったですね、ハイタッチ会。またぜひお待ちしてます、ハイタッチ会。対バンでなのかな、わかんないんですけど。はい、13日にも上野で対バン。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。はい、13日にもね、対バンイベントがあるから。かわいいから許す。え、なんだ、まつげあげたからかな。まあ許してもらえるならよかったです、ありがとうございます。チャーリーさん、こんばんは、こんばんは。握手会もあるんだね。そうなんですよ、あのお披露目のライブの時にはグループ握手会だったんですけど、それ以来個人での握手会だったんですけど、今回グループ握手会というのがありまして、はい、グループ握手会とサイン会があります。はい、海ぶどうさん、ハートありがとうございます。寝起きだからお腹が空いた。確かにね、朝起きた時ってお腹が空くよね。でもなんか起きた時にお腹が空くとなんか代謝がいいらしいですよ。はい、運営さんのリピートサービスもあってハイタッチ最高でしたね。みんなでね、来週もねして楽しかったですよね。わかります、わかります、ありがとうございました、本当にありがとうございます。お披露目の時、シンセラスタイルのことよく分かってなかったから。あ、そっかそっかそっか、お披露目の時ね、確かにあんまね SNS とかしかやってなかったし、ほとんどの人が多分あんまり分かんなかったんじゃないかな。でもありがとうございます、今コーチして来てくれてありがとうございます。生きごむらさん、去年のグルーシュで私のアバター見て認知してくれたの嬉しかったよ。この子記憶力すごい。もうね、あのコメント数少なくリプをしてくれる方だったからね、すごい嬉しかった、ありがとうございますね。記憶力ね、いいんですかね。まあずっといいままだといいんですけどね。あのサングラスよく見える、あ、よく見えるんだ。え、あれですか、なんか水泳のゴーグルでなんかミラーみたいなあるじゃないですか、ミラーみたいなあるじゃないですか、それみたいな感覚でなんかよく見えるのかな。多分そうだよね。ローファー踏んだ、あ、今日もローファーを踏んだんだ。リオンはね、ローファー踏んでないですよ、ちゃんとちゃんと。最近は上履き以来ちゃんとかかともちゃんと靴に、うん、靴ちゃんと履いてます、リオンは。今夜も沖縄の星の空です。まあ沖縄の星の空ということにしましょう。ありがとうございます、星、ありがとうございます。ローファー踏んでないですよ、リオンは踏んでないですよ。はい、最近はね、でもそう、最近はねちょっと上履き以来踏んでないですね。はい、リオンちゃんの記憶力は確かにすごい。あ、そうなんですか、そうですか、すごいんですかね、すごいんですかね。なんかたまにあれ、なんか立ち位置とかたまに忘れちゃうんですけど。翔くんさんがフォローしました。お、初めましての方だ、フォローありがとうございます。こんばんは、シンセラスタイルの吉原リオンです。こんばんは、ありがとうございます、フォロー。トーマのじいちゃん、ハート、ハートありがとうございます、ありがとうございます。たこ焼きはどこの店がお気に入りですか。たこ焼き、なんかククルっていうたこ焼き屋さんが好きです。まあリオンは大阪に行ったことなんかないから
あれなんですけどっていうたこ焼きが美味しいです。はい、カリキュアクのシンデレラさん、タコタコありがとうございます。タコなんで踏まないの、なんで踏まないの、だってさ靴だってなんかかかとが柔らかいとさあれじゃないですか、なんで踏まないの、なんでなんで踏まないのって言われたら難しいけど踏まないようにはしてます。はい、インフィニットさん、こんばんは、こんばんは。サクさんが初音も、はじめまして、こんばんは、こんばんは。ククル、そうなんですよ、なんかめっちゃトロトロトロしてて美味しいんですよ、ククルっていうたこ焼き屋さんが。そうそう、なんか大阪とか行ってみたいですね、たこ焼き食べに。はい、今日もこんばんは、こんばんは。おそらく12日目多分合ってますよ、ありがとうございます。じゃあ明日で13日目ですね、13日目ですね。こんばんは、さやにんさん、こんばんは、こんばんは。つっちーさん、かつおも、はじめまして、こんばんは。シンセラスタイルの石原イオンです、こんばんは。ヒロさん、やば、たこ焼き食べたくなったね。たこ焼きね、リオもちょっとたこ焼きの話をしたらたこ焼きが食べたくなりました、なりました。そう、たこ焼きね食べたいね。たこ焼き、たこ焼きにももちろんマヨネーズはかけるんですけどね、たこ焼きね食べたいですね。リンさん、ハートありがとうございます。ハート、かなり前のショールームで1回くらいしか会ってないのに覚えてるよと言われた瞬間すごいと思った。そんなこと言ったんですか。でも本当に覚えてます、覚えてますよ。1回特典会に来てくれた方とか、ショールームに毎日来てくれてる方とか、ありがとうございます。そんなあれなんですかね、すごいんですかね。リオンは踏みなさい、なんでよ、なんでよ。まあね、でもなんかたまにたまに一瞬だけ踏んじゃうんですけど、体重かけないようにあのつま先立ちで頑張ってます。はい、そう、リオンは踏みなさいね、ちょっと踏むのは鈴鹿だけにしてもらって。はい、今仕事終わりました、今週は残業ウィークでした。なき、おお、青柊さん、こんばんは、お疲れ様です。お仕事、皆さんもお疲れ様です。お仕事、はい、今週は大変だ。確かにね、今日でも木曜日だからもう明日で終わりですね、明日で終わり。ちなみに明日は定期公演です。はい、よしみさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。食べ物の話聞くと余計にお腹空く、そうだよね、そうですよね、お腹空いてる時にね、そんな美味しそうなたこ焼きの話なんかされたらお腹空いちゃいますよね。ね、ね、何食べるんですか今日、みんなはご飯もう食べたのかな。ギオンラさん、ハートありがとうございます。ちなみにリオンは今日はリサとイチカとご飯を食べに行って、ご飯を食べに行って、なんかドリアを食べました。はい、今日は渋谷だったと X で行けて行きたかったという感情でした。まあね、明日も会えますからね。そう、今日ね、明日もね、あれ明日もね来てくれますもんね。そう、今日は MV 渋谷のアイビジョンで流れてる MV を見に行きました。はい、そう、リオンちゃんは記憶力がいいからリンカノートみたいなのもなくても大丈夫なんだね、すごい。そんなに記憶力いいんですかね。でもね、ノートには書いてないけど、なんかリオンはノートをたとえ書いたとしても書いたと書いただけで満足しちゃうんですよ。なんか学校の授業の時も
めっちゃノート、授業の内容をノートにまとめるのが好きだったんですけど、もう書いて満足しちゃうからテスト前にそのノートを見るわけでもないし、そう、なんかそんな感じなんですよ。だからノート書いてもね、多分見ないからね、リオンがノート書いても意味ないだよね。鈴鹿かわいい、かわいい。え、何が何が、ありがとうございます、ありがとうございます。マリオさん頑張りよ、頑張りよ。こんばんは、久しぶりだ。こんばんは。自慢してもいいくらいすごいと思うよ。本当にそんなあれですか、そんな自分ではやばい、リオンめっちゃ記憶力あるとか思ったことないんですけど、確かになんか前も話したんですけど、5歳かな、7歳くらいの時にディズニーランドでチュロスを落として妹と半分こしたっていうのは、そういう変なことばっか覚えてるんですけど、そんないいんですかね。なんでやの、あ、上履きね、そう、鈴鹿だけ履いてください、履いてくださいじゃない、かかとを踏んでください。はい、今日は夕飯いかがですか、もう食べましたか。え、そう、夕飯を4時くらいに、なんかオムレツが上に乗ったドリアみたいなのも食べて、そう、変な時間に食べちゃったから今お腹が空いてないんですよ。だからちょっと後でお腹が空きそうだなって今思ってます。はい、ランジさんがフォローしました。おー、ありがとうございます。初訪問、はじめまして、こんばんは、神聖なスタイルの石原リオンです。ありがとうございます、フォロー。リオンは可愛いから踏みなさい。やばい、どういうことだそれは、どういうことだ、どういうことだ。まあ可愛かったとしても上履きはね、まあもちろん靴ずれした時には踏んじゃうかもだけど、まあサンダルとかのあれは踏んじゃうかもだけど、確かちょっとね、難しいですね。はい、難しいですねっていうか、ちょっとね意図的には踏まないですかね。ノーネームさんが初訪問、はじめまして、こんばんは。今日はリオンさんの TikTok でヘアスタイルの動画を見ましたよ。ああ、ありがとうございます。なんかあれですか、リオンがアフレコしてたやつですね。そうなんですよ、今日は外羽にしました。はい、どうですか、ありがとうございます。はい、そうなんですよ、ヘアスタイルのなんかね説明してたやつですよね。そう、なんかそう、ぜひ皆さん質問を送ってください、お待ちしてます。質問お願いします、リオンが答えるのでお願いします。今多分3本くらい動画が上がってるんですけど、 TikTok に、そう、そんな感じで答えていくので質問お待ちしてます、お願いします。やば、ドリア食べたくなった。お、次はドリアか、たこ焼きの次はね。ドリアもね、ドリアも美味しかった、今日美味しかった。で、じゃあヒロさんの今日のご飯はたこ焼きとドリアですかね。サイゼのミラノ風ドリアですね。それも美味しいですよね。わかります、わかります、美味しいよね。なんかもう3個くらい食べれそう、3個くらい。はぁ、明日は初めての定期公演参加です、楽しみです。そうですね、インフィニットさん、ありがとうございます。本当にね、リオンも楽しみです、定期公演。ちょっとみんなを楽しませれるように頑張りをします。はい、楽しみです。大五郎さんがフォローしました。初訪問だ、はじめまして、こんばんは、神聖なスタイルの石原リオンです。こんばんは、フォローありがとうございます。こんばんリオンやった、あ、頑張りオンじゃなくてね。千葉での用事から家に帰ってきたのでショールームに来たよ。おお、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございます。ショールームね、嬉しいです、ありがとうございます。黒淵さん、お腹いっぱいで眠い、可愛いリオンが見えない。おお、それは大変だ大変だ。でもね、ご飯食べたら眠くなっちゃう人いますよね。リオンもご飯食べたらもう
寝るの良くないんですけど眠くなっちゃうんですよ。わかりますわかります。はい、でも眠い時ってさ、なんか本当になんか画面が見えなくないですか。なんかたまになんか配信でも本当にたまにあるんですけど、なんか顔、自分の顔だけが見えなくなる時があるんですよね。そうなんですよ。てんゆうさんこんばんは、こんばんは、こんばんは。なつさんこんばんは、こんばんは、こんばんは。マリオさんハートたくさん、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,100個、ありがとうございます、ありがとうございます。リオンが可愛いってカレピが言ってるんだと、ぶん殴っていいですか。お、じゃあまあ彼氏さんと一緒にいつか定期公演に来てくれたら嬉しいです。ぶん殴っていいですか。まあそうですよね。はい、ぜひお二人でお待ちしてます。すぐかね、待ってるよ。リオンちゃんチーズ好きなの。え、そう、チーズも好きなんですよ。チーズも好きなんですよ。なんかチーズも好きだしマヨネーズも好きだし、なんか太るようなものばかりが好きなんですよね。はい、チーズも大好きです。チーズもかければかけるほど美味しいです。はい、あとで昨日の三色団子ですね。そう、三色団子ね、まだめっちゃ大きいのが3個もあったじゃないですか。だからまだ昨日何色食べたんだっけ、白、違う、ピンク、白、緑か。そう、ピンクの方しかまだ食べてなくて、あと2つ残ってますね。あとで食べようかな、あとで三色団子。ノートは書かなくてもネタ帳は書くんだね。明日の企画が楽しみだよ。あ、そう、ネタ帳はね、そう、それは忘れちゃうからね。なんか会話、そう、そういうのは忘れちゃうからね。ネタ帳、あれ、どこ行った？リオン何に書いてたっけ？ページが、あったあった、ありましたありました。あれですね、モノマネのあれですね、モノマネのネタ帳ですね、とか面白いアニメとかが書いてあります。ここには生き駒さんハートありがとうございます。ヒロさん音符ありがとうございます。音符、サンダルにはないような、え、なんかあの、なんて言うんだろう、サンダルのかかとのなんかストラップみたいなやつがあるじゃないですか。あるんですよ、ストラップみたいな、紐みたいなやつがあるんですよ。それで靴ずれがしちゃうので、そういうのは踏みますね。そう、伝わるかな。外羽も内羽も素敵です。お、ありがとうございます。今日はね、ちょっとがっつり外羽ですね。いつもはこうなってるんですけど、こうなってるんですけど、そう、ありがとうございます。 TikTok の大人っぽくてよかったよ。あ、大人っぽいですか TikTok。 本当ですか、ありがとうございます。まあ、顔だけ見たらね、多分リオンは大人っぽいからね。はい、TikTok への質問ですね、承知しました。お、ありがとうございます、お待ちしてます、ありがとうございます。つべっこうさんハートありがとうございます。18時過ぎてるからもう食べれない。あ、18時以降は何も食べないダイエットかな。すごい、リオもそれしようと思ったことあるんですけどね、あの1日しか続きませんでした。はい、トイヤ、唐揚げ、たこ焼きをまとめて食べる。あ、ひきごむらさんはトイヤと唐揚げとたこ焼きをまとめて食べるんですね。
美味しそう。いいの、たこ焼きリオンも食べたい。食べたい。カリキュア区のシンデレラさん、ドリア、ドリア、いや、前者の方ですね。ドリアです。ドリアンってさ、美味しいのかな、食べたことない。ある方いますか。ドリアン果物ですよね多分。私も4月初めての定期公演です。よろしくお願いします。ティードームさん、あ、4月初めての定期公演です。あれ、ティードームさんは定期公演にいつも来てくださってるけど、まあ4月は初めての定期公演ですね。お願いします。はい、次回の定期公演の企画何やるんだろう。お楽しみにしててください。はい、衣装のローファーでライブすることあるの？制服ライブ、あ、そう、なんか制服の衣装があって、そういう時はローファー履きますね。はい、再建さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。記憶力いいようにたまに忘れられて落ち込む。え、あれですか、スグルじゃなくてスグルさんって読むやつですか。いや、あの、なんか衝動的にさん付けをしてしまうんですよ。そう、衝動的に、ちょっと忘れてるわけではないです。ちゃんとあの呼び捨てで呼んでほしいっていうのは覚えてますよ。ちょっとごめんなさい、だね、そうちゃんとね、ごめんなさい、ちょっと気をつけます。はい、黒淵さん、個人的にオタ活は月1しかしない。そうなんだ。ちょっと鼻がかゆい、最近めっちゃくしゃみしちゃうんですよね。困った。個人的にオタ、あ、じゃあ月1にどっかのライブに行くとか感じかな。じゃあどっかの月一はぜひ新生ラストアイドルのライブに来てくれると嬉しいです。お待ちしてます。インフィニットさん、星ありがとうございます。明日はブルシュでお話しする機会あると思う、よろしくお願いします。おー、再建さんは久しぶりですね。そうだね、明日もよろしくお願いします。リオンちゃん太ってないから大丈夫だよ。まあね、自分でも太ってるとは思ってないんですけどね。そう、でもね、ちょっと太るようなものばっかりが好きなんですよ。困った。溶けてるチーズは好きだけど固形のチーズは苦手。あ、そういう方も多いですよね。リオンも前までベビーチーズがちょっと苦手でした。最近食べれるようになったんですけど、はい、KV 太郎ちゃんさんが、そう、はじめまして、こんばんは。嫉妬バラ鈴鹿が一番可愛いよ。だって、まあそりゃそうですよ。はい、まあ嫉妬したんですね。はい、リオンなんかにね、モノマネのネタ、そうなんですよ。あの、なんかどっかの配信でみんながなんかモノマネのネタをたくさんくれて、提供してくれて、そう、それをちょっとノートに書いてます。はい、ちょっとね、ひろさん、星ありがとうございます。たこ焼きというとちょっと充電がね、はい、充電がちょっと一瞬ね、また充電が 20% なんですけど、はい、たこ焼きね、花アナはね大阪だからね。そう、なんか前花と鉄板焼きに行ったんですけど、花がだっけ、そう、好み焼きかもんじゃを作ってくれてめっちゃ美味しかったです。はい、確かに大人っぽいです。特にリップが真っ赤なので大人っぽい衣装です。ピンクっぽいのはつけませんか。あ、ピンクっぽいのもつけます。今真っ赤ですか。真っ赤かな。確かに。
確かに、なんかもう急いでさ、さっきリップをつけたからちょっと赤くなっちゃったのかもしれないね。確かにドリアンは匂いはきつい。あ、そうそうらしいですよね。でもそれは知ってるんですけど、味どうなのかなって思って、はい、消えちゃった。今月は初めてって意味ね。そうなのかな、多分そうなのかな。ライブでもそれも踏んじゃう。ライブ、あ、ヒロさんハートありがとうございます。ライブでも、いやさすがに踏みませんよ、踏みませんよ、踏みません。一生愛してる、踏めたくないな。あ、彼氏さんとですか。もうぜひぜひ一生、はい。めっちゃね、たくさん話をね、ちょっと恋愛話をねたくさんしてくれてありがとうございます。だっていいのかも、いいもん。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。いつもながらのバッテリー不足。そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ。もう今 20% です。年内に会えますよ。ぜひ年内に会えるといいですね。年内にと言ってもまだ、あ、でも、え、あの2024年の3分の1がもう終わってるんですね。びっくりしました。じゃああとね、年内に黒渕さん会えるようにぜひお待ちしてます。定期公演お待ちしてます。りょんちゃんは唇がチャームポイントということですね。そうなんですか、そうなんですか。ちょっとピンクのリップもあるんですけど、確かにミニリップのイメージ。そんなですか。たまにピンクのリップをつけてるんですけど、あれかな、そんな赤いかな、赤いかな。あえて、そんなに赤いかな。確かに赤いかも。取れませんでした、取れませんでした。リップがちょっとピンクのリップを塗ろうと思ったんですけど、ちょっとね、え、ちょっと待って、取れないんですけど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 、え、取れたかな。あ、取れてますね、取れてますね。ライブ中に靴のかかとを踏んで踊ってる最中に靴が飛んだ。確かにそうだよ、靴のかかとを踏んじゃったらね、あの取れちゃうよ、取れちゃうじゃない、靴が飛ぶよ絶対に。で、一回あのレッスン中に靴が飛んだことがあるんですよ。そう、だから飛んじゃうよ。踏まないの？踏まないよ、靴は。さすがにね、ライブ中には踏まないよ、さすがにね。あっという間に3ヶ月過ぎたね。やばいですよね。だってこの前さ、年明けたような気がしなくもないのに、もう本当に早い、早い。あ、確かにリップの色がなくなっています。なくなってる。え、なんかめっちゃピンクになった。めっちゃなんか画面で見るとさ、すごいあの濃く見えるんですよね。はい、私ミスコンのステージを踏んでね、そ
そうですよね、そうだよね、この前ね言ってたよね、めっちゃ覚えてる、ミスコンのステージで踏んでたっていう話。はい、るちゃんが22時から配信で3月20日ぶりで、明日雨だぞ、やばい、明日、あ、そっか、土日からね天気が良くなるって言ってるもんね、やばい、確かにルカあんま配信しないからね、確かに今日は珍しい、22時からルカが配信、明日はピンクのリップでお願いしますね、ね、ライブの日はどうしよっかな、まあ気分なんですけど、はい、ね、ピンク色のリップの気分だったらね、そうします。ルチャが少量になると天気が荒れる説、え、本当にさ、ルカが配信 したら本当に天気荒れるのかな、なんかルカが配信した次の日の天気をちょっとね観察していこうと思います。アドニーさんこんばんは、こんばんは、リオンちゃんのミニリップにあってるからそのままでいい、あ、本当ですか、本当ですか、もともと口が赤いのでリップ不要説、そうなんですよ、なんかもともと口が赤いんですよ、そうなんですよ、リオンちゃんは大丈夫だけど歌詞が飛んだらやばいよ、あの歌詞はね飛ぶことはないんですよ、歌詞は飛ぶことがないんですけどね、たまにね振りがねなんかもう頭が真っ白になって飛ぶことがあるから、それが、いや、そんなことはないと思うんですけど、そうなったらやばいですね。メイク配信で、なんかさっきからまつげを上げたりリップを塗ったりしてるんですけど、一旦もうメイクはない、映ってたらどうしよう、なんだなんだ、映ってたらどうしよう、なんだなんだ、そう、あ、マネージャーさんにはバレてないからないっすね、あ、あれね、上履きを踏んでたやつがミスコンの映像に映ってたらどうしようってことか、まあバレてないならね多分大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、はい、やばい、今日もさめっちゃ声が低い、なんでですか、なんでですか、なんでですか、本当にローファーだよ、あ、ローファーね、よし、当たってた、お、コメントが追いついてるね、コメントが、しかもさ今もう46分でちょうどいいくらいじゃないですか、よかった、コメントが追いついてる、急いで何か質問しないと、そうなんですよ、リオンがなんか2時間とかめっちゃ長時間配信できるのもちょっと皆さんがねコメントをしてくれるからなんですよ、はい、なのでちょっとねたくさんコメントしてくれるとたくさん配信ができますね、ちょっとコメントなしでもねちょっと喋れるようになりたいんですけどね、と急いで何か質問しないと、お、急いで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 ありがとうございます、もし本当に伝言が悪くなるようなルチャの配信 NG になります、そうですよね、もうルカがさ 2時間配信なんかした日にはもう次の日は大嵐です、大嵐です、コメント考えないと、考えないと、考えないと、頭フル回転ですね、うん、いや全然ね、コメントしたい時にコメントくれれば大丈夫です、ありがとうございます、今日の全身コーデ、今日の全身コーデは、今日の全身コーデはなんかもうあのあれですよ、ちょっと上を見てもらったら分かる通り、もうただのパーカーなんですよ、はい、ちょっとねパーカーなんですよ、ただのね、はい、そうなんですよ、みんな米積もらすよ、まあそれはあれだよね、ちょっと今日は9時までだからちょっと読めなくなったら申し訳ないからあれだけど、最近ママのお茶目ぶりが見れないから明日は来るかな、どうですかね、どうですかね、最近ねママはねちょっと静かにしてくれてます、ありがたいことに、はい
漢字読めないメンバーが多いですが、漢字紹介、漢字の辞書、漢字辞書いりますか？漢字辞書、確かに。なんかね、ちょっと今の言い訳は通用しないわ。なんかあるじゃないですか、あ、漢字読めないね。でも今自分で漢字を書くってなったら書けないけど、最近スマホで文字を打つじゃないですか。そういう時には書けない漢字もわかるよねって言おうとしたんですけど、読めるか読めないかはそんなの意味関係なかったですね。漢字辞書いりますか？漢字辞書ね、確かに漢字読めないメンバーが多い。インフィニットさん、昨日は結局何時に寝たんですか？昨日は2時くらいです。多分2時くらいです。今日は1個ほぼコメントしたない。そうですよね、1個しかね、1個っていうかこんばんはとなんとかどうしかしてないよね。確かに、もっとね、ちょっとね、もっとおしゃべりしてください。ママ配信に出演の字なの？まあ、あんまりね、何着ても寝巻きって言われる説、本当にね、なんですかね、リオンがね、ちょっと、まあ、確かにこれは、まあ、寝巻きって言われてもしょうがない格好今、してると思います。はい。確かにね、お出かけする格好ではないからね。ちょっとね、確かに。そうなったらパジャマ、まあ、もね、いいかもしれない。パジャマ、でもさ、逆にこの前パジャマ着たらさ、パジャマには見れなかったからね。そう。リオンは冷静だし謙虚だし優しいね。リオン冷静ですか？めっちゃテンパってるイメージあるんですけど。まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。定期公演の企画の商品、スタバ5000円券、マック5000円券、一宮さんからのアドバイス。まあ、それはもう一択しかないんですけど、まあ、一宮さんからのアドバイスですかね。はい。多分みんなはこれを求めてるんですかね、ティードムさんは。21時から21時半配信するメンバーいないから気にしても大丈夫な気がする。いや、ジュリがするはずなんですけど、どうなんですかね。ジュリがするはずなんですけど、明日定期公演では物販とかあるんですか？あ、ありますよ、ありますよ。18時から物販が開始します。そう、あの会場ライブ会場に入れるのは18時半からなんですけど、はい、18時から開場します。そうなんですよ、あります。フード付きのパジャマは知らないもん。確かにね、フード付きのパジャマはね、知らない。確かに、だってさ、パジャマ寝るときにフードなんてあったらさ、邪魔だもんね。リオンもフード付きのちょっと着るときは帽子をかぶって寝ちゃうから、確かに知らないもんね。うん、定期公演企画の商品、アメーギフ、スタバギフ、台湾出演券、台湾出演券ですかね。いや、でもスタバもいいかもしれない。テンパるときは誰にでもある。そうですよね、テンパるときは誰にでもありますよ、本当に。とね、予想外のことが起こるとね。はい、リオン最高です。お、最高の答えでしたか。一宮さんからアドバイスね。そう、でもね、一宮さんアドバイスとかよくくれるので、はい、
当にありがたいですね。フード付きのチェラピケ好きですね。チェラピケはね可愛いですよね。可愛いよね。私はローファー踏んじゃうし最悪だね。え、なんだなんだ、どうしたどうした。リオンもね上履きとか踏んじゃうから一緒ですよ、一緒ですよ。自分フード付きのトレーナーをパジャマ代わりにしてます。わかりますわかります。リオンもそう、そういうトレーナーもパジャマにしちゃいますね。わかります。そうなんですよ。周一郎さんフォローしました、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんはこんばんはこんばんは、フォローありがとうございます。メンバー並ぶとリオン小さいね。そうです、そうなんですよ、そうなんですよ。リオンがね一番背が低いからね。だって2番目に小さい、1かも154センチかも、一応4センチ差があるんですよ。修造さんこんばんは、こんばんはこんばんは。好きかもしれない。誰がですか、リオンがですか、リオンがですか、リオンがですか。ぜひライブお待ちしてますよ黒渕さん。年内にとは言えず、言わず今月以内に、いやそれはちょっと急かもんだから、まあね、いつか会える日を楽しみにしてますよ。はい、もう声がさ、ちょっともうちょっと可愛い声をね、可愛い声で喋ってほしいよね。多分4月22日は初めましてに行きたい。おーたくさん、ぜひお待ちしてます。初めまして、4月22日お待ちしてます、待ってます。まだチケットも売られているので、まあ当日券もあるのでぜひお待ちしてますね。嬉しい、たくさん、なんか4月初めて定期公演に来てくれる人が多くて嬉しいです。リオンはとってもありがとうございます。ヒューゾーさん、ジュリは X もショールームこっちしてるのゲリラ配信さつも、そうなんだそうなんだ。でもリオン配信するって聞いてたんですけど、どうなんだろう、しないのかな。あ、やばい、リオン今日ショールーム告知するの忘れてた、忘れてた。ちょっと忘れちゃうんですよ、たまにたまにたまに思い出すんですけど、はい、確かに。どうなんだろうね。修造さんハートありがとうございます、ハート。とよし、ローファーも一緒んじゃう、一緒になる、ま、だ。いやローファーはねちょっとね、ローファーはね、まあ自分のローファーだったら踏んでもいいんですけど、ちょっと衣装のローファーはね、ちょっとね、ダンス中にね靴も脱げちゃうしね、そう靴も脱げちゃうし。リオン150ないです、ありますよ、なんなら151センチくらいありますよ、151センチくらい、多分ね 150.7 とかだった気がするんですよ。だからあと3ミリ3ミリとか151センチなんですよ。それが多分1年前くらいだったので、多分もう今151センチあります。ありますよ、はい。急にやることたまにあり、あ、配信ね、配信ね、嬉しい嬉しいじゃない。まあね、でもさみんなすごいよね、急に配信をやったとしてもみんな見に来てくれるから、すごいすごい。やったことないけど、急に配信やったことないけど、150センチ、155センチくらいの可愛い子大好き。お、身長だけで言うとリオンも入りますかね、そこに入りますかね。自分はリオンしたよ。お、他のメンバーもしてるけど、いやそれでも嬉しいです、本当にね嬉しいですね。シンセラスタイルを応援してくれる、あとリオンも推してくれてるとは、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。黒渕さん、リオンらしい可愛さです。何が何、ありがとうございます、ありがとうございます。今の声が好きです。無理に高い声は出さなくていいんですよ。まあ無理に出してるわけでもないんですけどね。でもなんだろう、なんですかね、
まあ、ありがとうございます。嬉しいです。声がね。はい。X の、ありがとうございます、ショールーム。真面目な質問。横浜アリーナもいいかもだけど、武道館。いや、横浜アリーナ。いっそ、ちょっと待って、今、関連同じこと。ね、ランキングね。ちょっとしたいと思います、ランキング。同じことを3回言うこすけど。お、それはリオンですね、確実に。じゃあ、一旦ランキングを読みたいと思います。読みたいと思います。12位、14位、すぐる、ありがとうございます。13位がチャムさん、ありがとうございます。12位がティードームさん、ありがとうございます。11位がインフィニットさん、ありがとうございます。10位が黒淵さん、ありがとうございます。9位がアロマさん、ありがとうございます。8位が海ぶどうさん、ありがとうございます。7位がマリオさん、ありがとうございます。6位がヒロさん、ありがとうございます。5位がトーマのじいちゃん、ありがとうございます。4位がタクさん、ありがとうございます。3位がゼロさん、ありがとうございます。2位が仮契約のシンデレラさん、ありがとうございます。1位が引きごもらさん、ありがとうございます。今日もね、配信ありがとうございます。明日も、明日ぜひお会いする方はよろしくお願いします。明日楽しみましょう。じゃあ、ジュリの配信、まあやるかわからないんですけど、ありがとうございました。じゃあ、バイバーイ。